菅沼森と7月27日隊は、日本の合気道家、合気道八段、NPO 法人合気道、昌平塾理事長、道場長、全日本合気道連盟理事、国際合気道連盟高等委員、合気道創始者、上島森平裁判年の内弟子の一人、福島県稲葉城町の専業農家に生まれる、父親は大東亜戦争に出征し、 昭和21年日本帰国前に病没した。福島県立合図高校時代棒高飛び選手として、地方大会で活躍、順天堂大学体育学部に入学し、オリンピック出場を目指すも、猛練習がたたり肝炎を発症し、断念、大学を中退式教するが、体育教師を目指し1963年、アジア大学に入学、同時に合気道部に入部し、 田村信義に指導を受ける。大学卒業後の1967年、愛機会本部道場に入門、上芝森平が死去するまでの2年間、最晩年の内弟子の一人として、川に仕える。また、上芝岸小丸、大沢喜三郎らに指導を受ける。1970年4月19日、当時愛機会の勢力が少なかった九州へ普及のため愛機会本部より派遣される。 1977年4月3日、福岡市に、合気道、昌平塾を設立。昌平塾の名は、上芝森平と二代目合気道同士、吉祥丸から一字ずつ取ったもので、吉祥丸の命名による。参加道場は、九州を中心に全国に広がり、オランダ、カナダ、ノルウェイ、イスラエル、中華人民共和国など、日本国外にも支部を持つ。 1981年総統州官庁、梅田信隆に入門、全の修行を積む。2013年に、日本武道協議会から平成24年度の武道功労賞を受賞する。出展、期間道ナンバーワン45、九州派遣35周年を迎えて、菅沼森と愛機会八大会見19ページ。第11回国際愛機動大会における、 国際会議9月18日から22日にて、選出された、2012から2016年までの人気。同時期のうちでしに、藤田正武、清水健二、遠藤聖志郎らがいる出展、武道565-45ページ吉祥丸の、命名、出展、合気道マガジン第34号、5ページ、例出版株式会社、1988年4月。 菅沼市範の昌平塾は、吉祥丸道主が、自分の名の、サチと、森平海祖の平を取って命名したものだ。森平没後の1969年、当時愛機会熊本市部長であったスナパク州が、満世館、愛機道として、愛機会から独立したため、九州の愛機会参加道場は激減した。当時の愛機堂同士、上芝吉祥丸は、 この劣勢を挽回する退任を当時27歳の菅沼に託し、九州に派遣した。昌平塾設立当初わずか20名でスタートした菅沼の門下生は日本、海外で現在3000人を超え、入門者は延べ2万人に達するという。出展、月刊武道2013年2月号31ページ。ありがとうございます。